次はアームスライドという動きです。アーム、腕をスライドこうさせるんですけど、目的は肩甲骨を動きを良くしたりするような動きに、エクササイズになっていきます。まず仰向けでやるんですが、このストレッチマットを、背中の上に、敷きます。もちろん円柱状の、ストレッチの、器具を使っても、代用はできるんですけど、これはしっかりと、ここに安定した状態が作れるので、まあ、この、ストレッチマットを1枚ないしは2枚、今回は2枚、敷いて、やっていきますが、これのメリットは、このストレッチマットを背中の、脊柱、背骨のところに置くと、肩甲骨は、動いてフリーな状態を、作れるので、このぐらいのちょうどいい、大きさになってきます。で、アームスライドのやり方は、寝転んだ状態でこういう動きを、していきます。で、その時に肩甲骨はこう、力まないように。ちょっと力んでやってみてください。力んでやると、動きがこうカクカクしたり、最後でこう止まったりしていくので、上がらないので、力みがないように、かつなるべく遠くを、でしっかりここの胸椎とかが動きを意識しながらやると、バタフライのリカバリーとか、あとは背泳ぎのこのストロークの、大きなストロークができるとか、こういった形で交互にやってももちろんいいですし、そういった形で、可動域を作ったりとか、あと瀬戸選手が今やってるように、肘をこう曲げてやると、よりこう、肩甲骨の寄せができてきたりとか、してきます。よくうつ伏せで、こういうトレーニングをしたりとかするんですけど、うつ伏せよりも、強度は、低いですし、動きを作りやすいので、仰向けでこういった形でクロススライダーを使う、ように、できると、とても肩甲骨の動きに、有効な、トレーニングになってきます。では、手のひらを上で。あとは、瀬戸さんが泳いでる中でどんな動きが良さそうかな。これだけじゃなくて。動きはやっぱりリカバリーでバタフライのリカバリーだと、こういう動きなんですけど、さっきやったように、ちょっとこう、結構、うつ伏せでやることが多いんですけど、また下向きは下向きで、これで、動きが作りやすいかもしれない。かなり意識しやすいので、手を乗せながら、こう、肘を、やっぱり仰向け、うつ伏せになってると、肘をこう下げてとか、まあ、かなりちょっとこう、難しいよね。難しいちょっと話なんですけど、自分がいつもやってるようなトレーニングと考えると、こっちの方がすごくやりやすく、肩甲骨の動きをかなり意識しやすい、トレーニングになります。